ドーム、ドワープ2です、今来年の96年発売に向けて、D の食卓2を制作中です。 D の食卓2は、M2 というアダプター専用のものになりますので、かなり M2 の性能を引き出した、内容になると思います。まず一つに、リアルタイムポリゴンをかなり使いますので、前回、後ろの中を動くような部分が前回は、映像だったものが今回はリアルタイムポリゴンを使って、自由に動けるようになります。例えば好きなところで止まったりとか好きなところで振り向いたりとか、かなりその辺がアドベンチャーとか前回よりは少しアクションっぽくなるんじゃないかと思います。もう一つに、前回少しさっきも言いましたけどちょっとアクション性がされます。どういったものになるかっていうのはまだ今は言うのが難しいのですが、もしかしたら今回のこの記事の中では書いてあるかもしれませんので、その辺をお楽しみください。最後に、MPEG を、M2 というのを持ってますので、 MPEG の機能を使ってかなり細かい、綺麗な映像が入ります。前回の演出のデモシーンなどが今回では、まあ、前回シネパックというものを使ったのでちょっとつらつらした粗い画面なんですが、それは今回 MPEG というもので再生されますので、今こんなようにここでも作業してるんですが、これは何でしょうか。死体です。死体を作ってるらしいので、こういうのが実際にオープニングなどに登場するんじゃないかと思います。こちらでもこういうふうに、まあ、またお城の一部なんですが、このようにモデリングをしたりとか作業をしてますので、これを含めた全部の新しいオープニングの映像っていうのが多分、次の水曜マガジン12月売りのやつには、入ると思いますので、それもぜひまたご期待ください。というわけでまたよろしくお願いします。用いたミステリーアドベンチャー、ブルーシカゴブルー。夜のまどろみを切り裂く一陣のナイフ。彼女に放たれた一発の銃弾。破れた夢を眠らせ、隠された真実を眠らせ、殺意を眠らせて、街にブルースが流れる。ミステリーアドベンチャーのエポックメーカー、あの JB シリーズが2ヶ月半に及ぶハリウッド撮影とシカゴロケで、東洋風世界の新感覚 RPG ブルーフォレストストーリー。
ドラマチックサッカーゲーム、ゴールフィールドハンター。俺に回せ！よっしゃ！出撃！ボールが止まって見えるぜ！全員上がれ！よっしゃ！で、ボールが止まって見えるぜ！全員上がれ！美しい熱帯魚でリラクゼーション、アクアワールド。これであなたもプロデューサー？テレビのツボ、名プロデューサー伝説。ナイトヘッドの脚本家飯田丈二氏の話題作「ムーンクレイドル」。時速300キロの風を体感できる F1GP。
プロポンのゲームがいっぱいでお買い得、プロポンワールド、かっこ仮称。Thank you.